来の時へと帰還した。過去の戦界では玉物前を退けオロチを幽閉することができ、しかし今英雄たちの手には完全な心境がある。新たな心境を与えてくれた天帝に報い、再び玉物前の探索に乗り出す英雄たち。ほどなく玉物前を発見したとの知らせを受け、どうすれば玉物前を封印できるのですか。心境を玉物前にかざし気を込めよと。復帰殿によれば、万が一にも心境を壊されてはなりません。封印する前に玉物前の力を削ぎました。確かに気を込める隙を狙われてはかなわん。彼女と接触したらまずは戦わねばな。承知、いざ玉物。城の武将を確認しなければ。よし、今だ。奴らを取り囲め。何？余命だと？玉物前の敵さね。そうだってそうは言った。私の話を聞くのだ。なるほど、私たちは玉物前の仲間だと思われていますね。私の知略に勝てるとお思いか。そこでも誰かが戦っているのか。もし私たちと同じようであれば助けねば。お任せを。期待に応えねば。よい。進軍できません。早く誤解を解きに行きましょう。やってくれるな。僕が認めるだけのことはあった。あの城、偽物に騙されてるのか。いや、僕が行って偽物を壊してくるよ。水野だ。背後から敵を一気に崩せ。花勝が神武、古今に敵なし。負けではない。敵将、私が討ち取りました。
って出ます。忠勝殿、優先して敵を引きつけてください。うん、心得た。期待に応えねば。お任せを。凄まじき武勇、これが真の武人というものか。平八水産、ソンからの書状とは。戦の最中に何事だ。なんと呂布殿が。信じられんな。確かめるだけ確かめてみるか。書状は無事に届いたようですね。あとは陳久殿の真理を信じるのみです。呂布殿、外にナタがいるようだが、出陣しないのか。貴様は雑魚になど興味ないわ。それはいいなこと。先の戦ではナタに固執していたではないか。うるさい奴じゃ。さては、わらわの正体に気づきおったな。本当に偽物とは。もっと早く気づいておれば。ここで陳久殿を失うわけにはいきません。早く呂布殿の偽物を撃たなくては。
陣中に最強の武、相手にとって不足なし。なかなかに楽しめたわ。残る者らの悲鳴はわらわが引き出そうぞ。出ましたね、玉物前。あなたが現れるのを待っていましたよ。芝居はやめじゃ。人の子供を始末せよ。なんと、ナタ殿も偽物だったのか。これは少々厳しい状況だな。よもやわらわが。今です、心境を。おう、封じられるわらわではないぞ。人武敵なし。玉物前の姿、あれは一体。おが聞いたことがあります。あれはおそらく長い時間を生き、妖力を身につけた妖子。人を騙すのに長けた場所。人をたばかる変化の術、それが九尾の狐の力。はい、おそらくは。今までは本人変化を解かれたせいか、凄まじい気を発しているな。この気を追えば行方も容易に分かろう。もはや我らから隠れることは。ええ、あと一歩で捕らえられます。皆さん頑張りましょう。上々の玉物前さんの正体ってキュービさんだったんだ。だったらキュービの狐について何かご存知なのですか。うん、まず尻尾だけど、一本ずつ別々の人に化けられるの。もちろん本人も化けられるよ。誰にでもそっくりにね。では今までの偽物は全て尻尾か玉物前の化けたもの。うん、それともう一つ、彼女には魔物を見ならば、過去の戦界にはびこっていた魔物。うん、
キュービさんが生み出したんだと思う。あんまり放っておいたらここも魔物だらけになっちゃうかも。そうですか。では急ぎ賜物前を捕らえる必要がありますね。彼女の気配は同行のあたりにあります。我